VTR ビートオン。毎年12月に開催されるビートライブの一大発表会ネクストゲート。今年も60クラス以上が12月21日日曜日、呉竹文化センターに登場します。今回のロードトゥーネクストゲートでは、今年が初めてのネクストゲート登場となるクラスを紹介したいと思います。クラスの様子やインストラクターさんの意気込みを紹介しましょう。作品作りに関してですが、今回はタオルを使って踊ってます。まあ、みんながやったことないであろうことをちょっとやらせてあげたいなと思って作りました。あとは、まあ、もう意気込みといえば、もう今回は初めてなので、子どもたちが楽しく、とりあえず楽しく踊れるように、はい、頑張ってほしいと思います。普通のクラレッスン、他のレッスンの人たちとかと比べて、なんかチーム感があってすごい楽しいクラスです。みんな思いっきり大きく楽しんで踊ります。糸クラスはそうですね、まあ、基礎の練習もそうなんですけど、大体みんながこうやってふざけて楽しめるような空気作りを頑張ってやってます。見てください、この楽しそうな顔。はい、そうですね、はい、そういう雰囲気作りを大事にしてますので、まあまあ別にダンスがそんなに上手じゃないなと思う人でも気軽に来れるクラスかなと思ってます。どうですか皆さん、緊張してますか？してます。はい、そういった感じで皆さん緊張してますが、そうです、見どころは本当に楽しそうに踊ってるなっていうところが伝わればいいかなと思います。はい、みんな緊張してますが、頑張ってくれると信じて頑張ってレッスンしていきます。よろしくお願いします。毎回クラスのこだわりは、まずみんながすごく賑やかなので、みんながみんな楽しめたらいいなって思ってます。で、そのなんやろな、こういつもこうわちゃわちゃしてるんですが、やるときはしっかりやってくれると思ってるので、みんなのまとまりをしっかり出したらいいなって思ってます。イエーイ。初登場ですが、思い切って20人で爆発したいと思います。頑張るぞ。生徒の中に、まあ、マイケル・ジャクソンのファンだっていう子がいて、最初ダンスを習い始めた頃にずっとそういったことを話にしてまして、まあ、曲を、マイケルの曲を使ってっていうのをちょっと考えてたんですけども、まあ、振り自体は、基礎をベースにしながら、激しい動きもありますけども、もう全員でこう構成をするとか、まあ、ダンス全体でこういろんなこう場面をこう作っていきたいなと思って、作品を作ってみました。まだ初心者というか、始めたばかりの子からすると、ちょっと難しい動きもあるんですけれども、みんなちょっと気合い入れて頑張ってやってますので、よろしくお願いします。応援してください。はい、普段まずダンスを楽しく、基礎から固めてやっていくというのをモットーにというか、みんな個性豊かなんで、そういうのを生かしながら、レッスンを行っています。初めてなんですけど、緊張とかもちろん不安とか、あると思うんですけど、やっぱり踊ってる人も、見てる人もみんな楽しく、ダンスができるように、ちょっと作品を、いい作品をもっとこう作っていきたいなと思っています。見てください。アイリクラスのこだわりはですね、とにかく楽しむことです。もう Let's have fun って感じなんで、ほんまにもうみんながダンスを楽しんでくれたらいいって感じなんで、そんな感じでやってます。
なんか2部のトップバッターっていうことになったので、とにかくこう一発目からね、その2部を盛り上げられるような作品にしたいと思いますし、あのキッズですけどこうかっこよさとちょっと可愛さとちょっとセクシーさみたいな、私のあの LA で学んできたスタイルをまたこう京都で広められたらいいなと思ってるので、そんな感じでいきたいです。以上6クラスがネクストゲート初登場クラスです。本番での活躍にご期待ください。次週のロードトゥーネクストゲートもお楽しみに。少年が恋をしてパパになってジージになるまで、映画でエンジョイ、ティージョイ京都。